全略、母さん元気ですか。島根はもうすっかり春めいて、楽山公園の桜も満開の頃でしょうか。僕は最近新しく入ってきた団員を訓練し、一人前の戦闘員に鍛え上げる教官をしています。よし、まずお前らに教えるのは戦闘員の言葉だ。テレビでもおなじみだが、戦闘員は普通の言葉を喋っちゃいけない。常にいいとか今日とかいずれかで話すんだ。それじゃ俺の後に続け。勘弁してください。上司から言われたんです。勘弁してください。上司から言われたんです。どうもこんにちは、プラスペプラーです。どうもこんにちは、プラスペプラーです。部長、一体何の訓練をしているんだね。あ、相当。いや、万が一の時に敵の機嫌を直す練習もしておこうと思って。そんなんで敵の機嫌が直るわけないじゃないかね。どうもこんにちは、プラスペプラーです。本当だ、それ悪くないね。はい、いや、そんなこと言ってる場合じゃないぞ、吉田君。なんであれ、このカツラは。あ、小泉チルドレン風の新仕様カツラですが、何か。何かじゃないよ、最近吉田君のガラクタが更衣室を占領しつつある。このカツラだってわしのロッカーにまで入っておったんだ。いや、僕はもう飽きたんで。なんでわしがお下がりをかぶんなきゃいけないんだ。そんなふざけている場合じゃないぞ。明日はいよいよわしらの野望が達成される日なんじゃからな。そうでした。いよいよ僕ら歴史の表舞台に踊り出るんですね。そうだとも、吉田君。見たまえ、これは竜の爪団が10年の歳月をかけて研究し、この旅の総攻撃には念願の世界征服を達成するために作られた秘密兵器、ドラゴンヘッドだ。竜頭ってことですよね。そんな時計の部品みたいな呼び方はやめてまえ。これは世界中のどんな兵器よりも強力で、ステルス迷彩も標準装備し、葬式では黒くなり、結婚式では白くなり、還暦の祝いでは赤くなるという優れものだ。すごいっす。これさえあればどんな場所でも敵なしですね。うん、確かにそうだが、それだけでは世界征服はできない。なぜなら、あの憎きデラックスファイターがおるからじゃ。そうでした。デラックスファイターがいました。見たか、この竜の爪団が誇る空中戦艦を。24時間以内に全ての国は武器を放棄し、我らが竜の爪団に降伏するのだ。相当、何者かが艦内に忍び込んだとの情報です。何だと、何者だ。探せ探せ。はっはっはっは、竜の爪団、今日がお前たちの最後の日だ。ああ、デラックスファイターだ。うんうん、そうだ、そういうわけでデラックスボンバー、早いよ。デラックスファイター。そうだ、というわけでデラックス、早くすんだよ。デラックス、だからもう。あいつ、なんですぐに必殺技を繰り出すのかの。まあ、必殺技を遅く出す他のヒーローの方が不思議ですけどね。しかしだな、あまりにも見せ場がないというか、ちょっと卑怯じゃないか。いつもすぐにデラックスボンバーで、ちょっと根気が足らん。きっと末っ子なんですよ。俺にしたって、こっちはその度に一から資金を調達し、秘密兵器を作り直して、メンバーを訓練して、モチベーションを高め、鶴岡八幡宮で戦勝祈願して、満を持してやってるというのに、もうちょい敬意を表してもらいたいもんじゃよ。そうっすよね。はっはっはっは。今回もお前たちの作戦は失敗だ。うんうん、まさかその声は。そうだ、デラックスファイターだ。デラックスファイター、どっから入ってきたんだ。玄関からだ。吉田君、また玄関の鍵を閉め忘れたのか。うっかりしてました。そういうわけでデラックスボンバー。まあ、待て、いつもすぐにデラックスボンバーばかりではわしらのメンツが立たない。ここはもう少し時間をくれ。やだ、デラックス。そこをなんとか頼むよ。戦闘準備が整うまでの5分でいいんだ。はい、じゃあこうしよう。10万円あげよう。そしてわしらは今日はとりあえず帰る。今日は帰るから、これでどうだ。10万、ちゃんと日本円だ。頼むよ。でな。わかった。それじゃ、プラズマテレビ、プラズマつけて、さらにハワイ旅行もつける。それでわしら今週は休む。今週いっぱい休むから、それでなんとか。ワイハープラズマワイハー。ちゃんと日本製だ。32型だぞ。今週いっぱい休むの。今週いっぱい休む。来週は月曜の9時から。来週どうする。それはまた来週考える。小泉チルドレン風の新仕様カツラやるからさ。デラックスボンバー。今日午前10時ごろ、秘密結社竜の爪団の本部がデラックスファイターによって壊滅されました。この知らせを受けて、各国首脳はデラックスファイターに最大級の賛辞を送り、近く国連でもデラックスファイターを表彰するとの発表が出されました。また竜の爪団の総統と構成員の一部はその後が消息が不明で、安否は分かっていません。
ギャラクスファイターめ、抜かったな。わしはまだ死んではおらん。しかしひどくやられたな。もう誰もおらんのか。おお、フィリップ、無事だったのか。いや、無事で何よりだ。吉田君は I don't know。 吉田君はどこに行ったんだ。吉田君、吉田君。吉田さん、吉田さん。吉田君、吉田君、しっかりするんだ。あなたのために歌うことがこんなにも辛いことだなんて。吉田君、寝ぼけるんじゃない。目を覚ますんだ。ああ、外。夜中過ぎたら子供たちに甘いものを与えないって約束したじゃないですか。吉田君、一体どんな夢を見ていたんだね。それよりほれ、秘密基地がやられてしまったんじゃ。あ、本当だ。まったくひどいありさまじゃ。一瞬にしてこれじゃ。他の仲間はどうしたんですか。デラックスボンバーで吹き飛んでしまった。死んだんですか。いや、見事に着地してそのまま田舎に帰った。そうなんですか。残ったのはどうやらわしらだけのようだな。もうこれじゃ組織も終わりですね。何を言うんだね。まだ終わってはおらん。また復活するのですか。そうだとも、吉田君。組織を刷新してたな。わしにとどめを刺さなかったことをデラックスファイターに後悔させているのじゃよ。執念深いですね、相当。人数なんか問題ではない。要は世界を征服してやるという熱意だ。この熱意さえあればどんな敵でも打ち負かすことができるんじゃよ。なるほど、目の覚めるような考え方です。そこでだ、吉田君。組織を刷新するにあたっていっそ名前も変えようと思うんだが、何かいいアイデアはないかね。前回は竜の爪弾でしたから、爪という言葉は引き継いだ方がいいんじゃないですか。うん、そうだな。インパクトがあって新鮮でみんなが覚えやすい名前がよかろう。新鮮。生爪とかどうですか。すごく新鮮な感じがします。吉田君、生とつけば何でも新鮮だと思ったら大間違いだぞ。みんながドキッとするような名前でなければならん。ドキッ。 OL の爪なんかどうでしょう。うん、なかなか想像力をかきたてられるね。いいぞ。ナースの爪。未亡人の爪。幼妻の爪。いいぞ。その幼妻の爪が特に気に入った。そうですか、光栄です。よし、今日からわしらは幼妻の爪なんじゃーってわけや。よくよく考えたら世界征服と幼妻は何ら関係ないではないか、吉田君。ああ、本当だ。何か良い名前はないもんだろうか。そうっすね。そうだフィリップ、お前何か案出せよ。What? そうだフィリップ、引っ込み思案は良くないぞ。こういう時こそ積極的に発言しないからいつも影が薄いんだ。ほれ、何か言ってみろ。悪魔の爪。悪魔の爪。悪魔の爪。なんだかな。とりあえずらしい言葉をつけてみました。感が見え見えで、かえって寒々しいネーミングだな。そんな安易な名前なんか採用するわけないのに、なんなんすかね。ちょっと痛いですよね。悪魔ですよ、この後に及んで。やっぱりダメなやつはダメだということがはっきりしたな。わしらで考えよう。そうっすね。No。 やっぱり生爪がいいのかの。たかが爪のネーミングなんですけれどね。ルサ君、今なんて言った。なんですか。今なんて言ったんだね。今夜は右脳で抱きしめてって言いました。こらこら、そんなこと言っておらんだろ。あ、すいません、徹夜でぼーっとしてて。確かタカが爪のネーミングって言いましたけれど。それじゃタカじゃよ。タカの爪というのはどうかね。タカの爪。獰猛な猛禽類の鋭い爪でこの世界をわしづかみ、いやタカづかみというわけじゃよ。どうだね、どことなく危険な香りがするだろう。そうっすね、かっこいいっす。タカの爪って。外、ちょっと今思いついたんですが、鷹の爪のポーズってこんなのどうですか。おお、いいな、吉田君。鷹の爪。鷹の爪って唐辛子のことじゃ。でも外、名前も変えるならもっと他にも変えた方がいいんじゃないですか。そうだな。コスチュームもこのままでは前回の組織と一緒だからな。いっそのことを額に爪と書いたらどうかね。なるほど、それなら見た目にも新しい感じがしますね。おいフィリップ、こっちに来いよ。What? 額に書いてやるよ。 No! どうです、外。素晴らしい、これ。うりじゃ、よし、今日からわしらは鷹の爪なんだ。鷹の爪。フィリップもやれよ。鷹の爪。もう一丁。鷹